下に行くんだよ。上に行く。10メートルぐらい下がって水に浸かったりして。え？上に来たっぽいよ。じゃあとか言ってた。じゃあ上じゃない。上だよ。あれ？ここは上でしょ。上と下しかないと思う。あ、いいの？合ってると思う。そっか、上に行っていいのか。いやー、ほら船がまたよく見えるよ。あんな写真撮ってくれんの？こんな荷物があって、あれだね。はい、あアフター言うって言って、ね、通しちゃってこの人たちに、あと右側って言われたかな。え？
こでさ、なんか左側だよ、左側何階に9、8、9階デッキ9って行かないとね、いや、9、8、4、2、あ、ここだ、そこになんかあるここ、ここ、デッキ9の、デッキ9の後ろの方だ、リフト、5、6、7、8で、この白い場所、5、6、7、7、病院の摩擦これ9だから、5、6、7、だからね、その途中で終わっちゃう、あ、そう、そっちのリフト乗って、あ、そう、そっち書いてあるんだけど、ただキャビンのナンバーは、はいはい、じゃあ、あれを、あ、でも彼らが呼んでるから、多分言われたでしょ、上向き矢印を押してくれる、上向き矢印を押してくれる、これ、うん、上向き、これに今乗れってこと、違うでしょう、下行っちゃうもん、えぇ、ー、It's gone、 あ、上行きだよ、上行きだよ、乗ろう、乗れる、乗れるか、じゃあやめよう、はい、どこ、12階まで行けるんだ、すごいな、上の方何があるんだろう、クラブバリ、トイレがティーネージャーズラウンジ、シリアムドリームテアター、押してけど、サンデッキ、サンフラワーオアシスサウナ&スパ、あれだな、スパ、あれだな、いや、まずスパで、あ、まず6階に、これ荷物置いたら6階に行って飯の時間を変えてこないと、うん、8時でいいでしょ、きっと来た、そして、いつになってもいい、7階ってとこにいろんなものがあるわけね、6階、7階に、9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 
降りて降りて、ボタン押したいよね、エッチョね。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あとで見てもどんないんじゃないかも、さまうん、よし、どうぞお先に、どうぞお先に置いてください。倒れるでしょ、ベッドに、きっと。そうなの？それでだってこんなの置いたんじゃないの？ではすいませんが、荷物を引き取りにちょっと手伝いに行ってやってくれますか？
この紙袋持ってきました。エッチョンはだってあれがあるんだよ。外見えるね。コッター、コッター、ジャラジャラコッターだね。外見えるね。コッターチックをペッペッペルン、テレーンコッパー、ストッカー、ストック、ストック。何をやっているんだ君が。あ、これ特別大きい部屋になってるんだ。あ、本当、これがこれが、はあ、他の多分これが半分ぐらい。見せて見せて、どこ、今荷物入れるか、どこ、どこ、ケタ君がいるところ、赤いポッツンがあるところ、はい、よし、赤いポッツン、どけ、あー、これはいい部屋だね。それがボコボコって出るだけね、きっとね、はい、それでこのソファーがもう一個ベッドになり、なり、これもボコボコって出るので、で、これ、ね、こんなものもあるけど、ベッドになるのかな。あ、そうか、もうベビーベッドが用意されてるんだ。すごい、当たった、当たった、荷物をなんとかもう止めれば、それ